幻の車を、結構めちゃくちゃなんか程度いって綺麗なんですけども、見させてもらっていいでしょうか。これ意外とこっちの方が好きかも。いやーちょっとワクワクするな。やっぱりこれスーパーカーだ、はい、やっぱり同じハンドルは普通の車と一緒です。そうですね、これがこちらのクッションはいいね。やっぱりいいですね、サスペンションついてますからね。サスペンションついてクッションはいい。いやさ、せっかくさこういうの目の前にして、今日トラクターよ、トラクターでもランボのトラクターすごかったよ。けどやっぱちょっとさ、これもちょっとよく見てみたいね。同じトラクターのオーナーでね、三浦のオーナーでもある林さんです、はい、林さん、もうこんな車を、僕なんてはもう幻の車をさりげなくこんなとこ置いといて、はい、いいんですか。で、まあ、なんかこれあれ見てたらさ、これブルブルっと走ってるんだけど、いいんですかと思う。しかしこれめちゃくちゃなんか程度いって綺麗なんですけども、はい、これは一体いつ頃これ手に入れたんですか。2004年ですから18年前ですね。18年前、はい、もう手に入れた時からかなり手かけましたか。そうですね、まあ乗ったり乗ると大体どっか悪くなるんで、それで手かけて、まあ、その連続ですね。失礼な。ちょっとこれなんか室内とかエンジンルームとか見させてもらっていいでしょうか。見た目からせっかくなので、はい、もうデザインで見た目からって、もう俺だって知ってるんですよ、ね、これもともとはね、これベルトをねってここに書いてありますよね、はい、デザインね、はい、しかし俺の記憶ではね、もともとね、もうこのねランボルギニっていうのは、ガンディ・ミッチョとかが出たんですよ、うん、だから これだけやっぱりベルトネが手がけたんですかね、うん、そうですね、だから全然スカートが違う。ガンディのデザインとベルトネのデザイン違うんだ、うん、でもベルトネの方が綺麗だ、上品で綺麗な、うん、ガンディの方はちょっとね、アグレッシブなデザインなのね、うんうんうん、だからそれをちょっと他のね、こちらでもちょっと ねアベンダー通り今のがあるけども、どっちかというとガンディはこんな感じなの、ベルトネはこんな感じ、だからもう貴重な車。Z とか GTR で詳しいですね。はいはい。もうね、これしかもね、これね、普通に走っててもね、もうね、もう程度すごい塗装だったなんだって、ほとんどね傷、これ走ってますよ、虫がついてますよ。ね、普通ね虫ついてないですよ、うん、ねえ、そんなの見えないね、よく走るからね、これあちこち走っていくから、ね、みんなもう虫がついてますから。すごいですよこれね、このホイールの状態とかもなんかすごいですね。こんなホイール、綺麗なホイールってあんま俺見たことないんだけど、もう十分。いや、これはアルミホイールで、もともとだったらマグネシウムホイール、マグネね、あ、昔はマグネだ。もう古くなると黒くなって穴だらけみたいな状態になっちゃうんで、うん、この方が綺麗なのでこっちにしてるんですよね。あ、うん、アルミは維持もしやすいし、そう、これね、エンジンよりも、はい、じゃあこれ室内もものすごく綺麗なんだけども、これどうやって開けるんですかね。これどうやって開けるんですか。これはね、ここのとこ押すんですよ。おお、ほら、すげえ綺麗。なんか味があるね、やっぱ昔の車は、デザインも何も。これあとエンジンルームはどうやって開けます。はいはい、これはね、ここのところにロックがあって、これを引いて、でロックを外して、それでこう持ち上げる。よいしょ。こういうエンジンドームの開け方いいね。ヤシさん、これエンジン綺麗ですね。まあ、オーバーホールしたばっかなんでね。うわぁ、 V12、 これオーバーホールだってすげえ値段するよ。俺のシルビア買えちゃうかも分かんないよ。うわぁ、これキャブ、これウェーバーでしょ。はいね、はい、ウェーバーのこれ三連が、これ三連です、三連が4つ、三連が4つね。あ、俺も初めて気がついた、三連が4つなんだ。いや、
これ林さんちょっとエンジンかけてくださいよ。いいね、燃料合ってるよ。燃焼合ってます。燃焼燃料合ってるよ。綺麗だもん。ねえ、全然引っかかりないもん。今多分絶好調ですねこれね。絶好調。引けが今までで一番いい。絶好調だよ。全然引っかかってないもん。これ難しいんだよやっぱり調整がね。難しい。行き着いたりね。これ三連のねウェーブは結構難しいから。最初の頃はね十字気筒が爆発してることが少なかったですね。あ、そうですよね。うん、こんな綺麗に回んなかった。あと十二気筒が一気筒ら死んでても別にあんま問題ないんだけどさ。うんうんうん、しかしなかなかねこれがね全部同等してね、うん、回るってあんまりないんだよ。うんうん、そう。本当難しい。そう。回り方が渋くなっちゃうのね。ね、あの一気筒に一気筒死んでるとね。うわー。しかしちょっと。いいものも教えてもらったな。やっぱりランボのトラクター使用来てよかった。